じ列や。へえ、聞いたことないね。お前もレーサーかい？まあね。でもお前らとは実力が違うぜ。それは私に向かって言ってるのかい？お前以外に誰がいるんだ？そりゃそうだ。でもそういうことは人を見てから言った方がいいよ、坊や。お前が世界グランプリのレーサーだからか？別に。ただお前みたいな坊やが吐くセリフじゃないってことさ。お前らグランプリレーサーの実力は大体知ってる。それに俺が坊やかどうかも勝負すればわかることだ。見かけだけで人を判断しない方がいいぜ。へえ、お前にこの私の力がわかるってか？あまり調子に乗るんじゃないよ。相変わらず威勢だけはいいな、グランプリレーサーって。遅いくせに。もう、あったまきた。少しお仕置きが必要みたいだね。来な、相手してやるよ。そのマシン、バトルレースもできそうだな。どうせ正々堂々勝負しても勝てないだろうから、別に仕掛けてきても構わないぜ。そういうセリフは私に勝ってから言うんだね。せっかく親切で言ってやったのに。ま、いいか。 BS ゼブラの実力見せてやるよ。ほどにもないぜ。まさかこんなやつに私の BS ゼブラが負けるなんて。これでわかっただろう。人の忠告は素直に聞いておくものだぜ。もっともバトルになったからといって俺が負けるわけじゃないけどな。くそ、お前一体世界グランプに出てるやつだけが早いなんて思ったら大間違いだぜ。覚えておくんだな。ちくしょう。まあウォーミングアップぐらいにはなったよ。それじゃ先を急ぐんでな。すみませんコーチ。
つばっかりだな。誰？僕、ホアール。君も見たことないレーサーあるね。今は知らなくてもいずれ嫌でも分かるようにな。お前のマシン。君、シャイニングスコーピオン知ってるあるか？シャイニングスコーピオン。そうか、そういえば昔父さんからそんな名前を聞いたことがあったな。そうあるか。ああ、幻のマシンとか言ってる割には大した走りもできないウンボロだってな。なんだって？幻だなんだと騒がれていたところで、所詮は旧世代のグランプリマシン、俺にかなうはずがない。そんなことないやる。スコーピオンは最高のマシン、決して旧世代のマシンなんかじゃない。なら証明してみせてくれ。そのシャイニングスコーピオンとやらが本当に最高のマシンなのかをさ。僕のスコーピオンをバカにするやつは許さないやる。お前みたいなやつには絶対負けないやるよ。そんな気合だけで勝てれば誰も苦労はしない。幻のなら幻らしく箱にでも入れて博物館にでも飾っておいた方がいいんじゃないのか。マシンは走るために生まれてきたんだ。お前にはスコーピオンの気持ちなんてわからないやる。そうか、マシンも負けたくないだろうから言ってやったんだけどな。スコーピオンの力見せてやる。あるよ。口ほどにもないぜ。スコーピオン。やっぱり幻だなんだと騒がれていても所詮はこの程度か。俺の敵じゃない。これで分かっただろう、俺の実力が。悔しいけどすごいある。やっぱりグランプリレーサーなんかより俺の方が早いぜ。お前、一体何者あるか。俺の名は一文字烈也。一文字烈也。どうせお前らは俺を知らないだろうからな。ちょうどいい機会だ。この大会で俺がナンバーワンだってことを証明してやるよ。スコーピオン。どこにセーブする？
でもあんまり